こんばんは。こんばんは。こんばんは。笑顔ですよ。こんばんは。いや。おお。ゆで卵じゃないわ。こんばんは。こんばんは、こんばんは。何卵？いや、煮卵でもないし、ゆで卵でもない。卵の種類じゃないっけ。こんばんは。やっはー。今日は木曜日。どうしようかな。何しますか？何しますか？何話しますか？いや、卵じゃないんよ。今日も負けそうな。カープね、6点取られたら。ちょ、待って。あ、ちょ、ちょ、ちょ、いや、まだお風呂上がりじゃないよ。まだお風呂入ってない。もうずっとね。今日絶対見たいテレビあったんやけど。やん、こんばんは。 4.5 ゲーム差がまた。動物モノマネ、動物モノマネ。今日も、いやいや、今日、いやいや、やらん、やいや、やらんよ。てか、モノマネじゃないよ。昨日は動物のモノマネをしたわけじゃない。動物のクイズをしたんですよ。私は何のマネをしてるでしょ。モノマネを披露するんじゃ、モノマネをクイズにして。ポンさん結婚祝いで。何者まで。ポンさん結婚おめでとうございます。すごい。ちょっと今ツイートしよう。じゃあ、でもなんかポンさんはツイートしてるの。しました。笑顔ですよ。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。ツイートしてた？ YouTube のやつかな。うわっ、カーブまた点取られた。こんばんは。綺麗なおでこ。今神宮です。広島戦。どっち応援してるんですか？こんばんは。待って、私今七並びやってるんですけど、みんな七並び推しメン私ですか？私にしてますか？七並び今すごいよ。私ヤクルトも強いかもしれんけどね、私も七並び強いけ。9時から出没するけ、私また。
9時のベッドタイムのね、ゴールデンベッドタイムが一番一番いいけ。阪神も今日負けてるから、おしめにしてる。こんばんは。コカにしてる、ほんまに七並べ、七並べ100位の100位ランキングに入ってる人さ、ちょっと暗記勉強じゃないけどさ、暗記みたいにさ、いや暇だったけさ、今日覚えれるかなと思ってこう100位からこう見たんやけど、ちょっと全然覚えれんかった。貝ココア推し、ココア単推しみたいな、そういうのもなんかね、名前匿名みたいな名前。お疲れさん、え、初見です、ありがとうございます。うん、相当暇だったよ今日は。朝ジップしてなんか一日が終わった気がしたけさ。いきなり6点取られた、そうなんよ。上位の人、あ、上位の人もよく見てますよ。でも全然当たらんなと思いながら、ゆっくり休み、今日はマッサージに行きました。またマッサージに行ったんだけど、ちょっと昨日たち体の背中のいてマッサージ行ったんやけど、めっちゃ痛くて、なんか腰がね、なんかダンスするのも腰が痛くて、まあ肩も痛いんやけど、右の腰なんなんかなと思って、なんか新幹線の移動ない、多分新幹線の移動があれです、腰が痛い。頑張って頑張る。うん、それでチェア、いや普通に椅子って言ってもらってんやけど、椅子をね。ゆで卵ヘア、いや別にゆで卵ゆで卵ヘアじゃないんだけどね。ちょっとなんかしたいので、じゃあやっぱ充電がないもん。ネットで調べながら、じゃーん、私の取説診断2023年版用意スタート。いや ちゃんとこれは、いや大喜利じゃないよ、大喜利じゃない、じゃあ私今からやってみんなに報告する。あ、西野カナさんのね、この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとうじゃない、別に感情をすぐ変わり出してしまう方だ。まあ、出るよね。え、出てるよ。さっきサラピにも言われたんやけど。小川さん、なんか嫌なことありました。まあ、確かに嫌なことがあった。嫌な気持ちになったことがあった。その瞬間に。サラピにすぐ言われました。めっちゃ変わり出てる。はい。人から指図されるのは嫌だ。
いやいつもされそんそんマネージャーさんに言われてやることは多いですか。別に、あー違う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 、全く当てはまる。何かをやってる時でもよく他のことに興味が湧く。確かにそうですよね。でも何か話してても違うこと話してくれちゃう。自分ではよく気が利く方だと思う。まあそれなりにとても当てはまる。それなりにって言いながらさ無理マジで。他人に同情してしまいがちだ。え、同情って何なんだろうね。意外に冷静なのかも。どうなんだろうね。いやするのかな、同情してるのかな。こんばんは。え、同情してるのかな。してしつつも意外に冷静なのか。これはね、社長にもよく言われますよ。早く同情の反対は冷酷。いやもう冷酷、冷酷じゃない、冷静、冷酷って言われちゃう。同情するけ、同情、まあ同情はするよ、そりゃあーって なるか、同じ悲しい気持ちになり、なるけど、でもなんかそ、なんかちょっとなんだろうな。でもどちらとも言えないっていう、こういう時にどちらとも言えないっていう判断をしたくないよね。当てはまらない。何かを選ぶ必要があるときすぐに決心してしまう。あー、ある。意見の違う人とでも気軽に付き合っていける。え、どういうことですか。例えばこんばんは、あ、私がカープファンで巨人ファンの人とでも付き合っていけるかってことですか。まあいけますね、別に。深く考えるよりすぐに行動したい。あー、とても、もうすぐ行動したいですね。例えば TikTok 始めるのも TikTok やってみるっていう話になって、で、あ、始めたいですって言って、じゃあ自己が準備できたらやろうかって言われたら、もうその2日後ぐらいに始めましたから、すぐ準備して即行動。カープへの愛、そんなもんなんか、いや付き合う人と、付き合う人を見てカープへの愛は測れないでしょ別に。こんばんは。日頃から無駄遣いしがちだ。いや、そうなんかな。え、どうだと思う。どう思います。あんまりしないよね。最近何買った。いや、チェア。こんばんは。してない感じがする。じゃあ無駄遣いって何なんだろうね。ガチャガチャとかにお金つぎ込んだりして、いや待って、 STU でねガチャガチャがね、ハマガチャガチャブームがあって、ミチュとマイがめっちゃガチャガチャ好きなんかな。なんかさ、レッスンの合間にさガチャガチャ行ってきてさ、もうめっちゃ大量にさガチャガチャの、何ガチャガチャを持って帰ってくるんよ。ってびっくりするけど、もうそういうことはしませんから。全く当てはまらない。リーダーとしてみんなを引っ張っていきたい。いやー全く当てはまらない。新商品や新しいお店に興味があり気になる。あまり当てはまらないかな。まあ別に。あ、そう、前がなんか、あ、そう、一緒にねこの前帰ってたんですよ、帰り道。前とアンナとパセ
まあ、そこの4人で帰この4人で帰っとったんだけど、途中寄り道して学校帰りみたいだけど、途中寄り道してあのガチャガチャがあるところに行ったんですよ。そしたら舞がガチャガチャしたいって、いやさっきもしたやんって言いながら、まあガチャガチャやったんやけど、小銭が足りんくなって、あじゃあ私小銭あるけやるよって入れたんですよ、補って入れたんですよ。そしたらなんか舞が欲しかったやつが出なくて、ペンギンの、あー名前がわからん、ペンギンのぺったんこみたいな名前ですね、ペペペペ、あーちょっとわかんない。世の中には不満なことが多い、え、わからん、あんまり当てはまらない、わからん、あタキシードサムだ、ペンギンですかそれ、ん、ペアつかん、ペンギン解放、こんばんは、あごめん全然ペじゃなかった、でもペンギンには間違いはない、ペンギンはペンギン、あー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 あ、それでペンギンが出んくて、なんか こっちもさ悔しかったんよ、じゃけもう一回やったら出て、ガチャガチャやる心理が分かりましたね。まあでもそれっきりですけど、一人じゃ絶対にやらない、でも前が出た、前がどうしても欲しいみたいなやつが出んかったのがすごい悔しくて、自分もやってしまったガチャガチャを。ペックルはアヒル、あーあのモモが好きなんですよ、それそれで、なんかちょっとペックルが出てきて、うわペックルかよみたいな感じでね、欲しかったペンギンなのにみたいな、似たようなのが出てきた、でも名前が分からなかったっけ、ペックル、ごめんなさいペックルファンがいたら、同じ惜しいみたいななった気がする、悔しくて前に、うん、前のが、まあ、次やって出んかったらもう帰ろうみたいな感じ言ったら、そう出たんですよ、だからあげた、タキシードサムは前にあげて、ペックルは後日モモにあげました、なんかモモが好きだ、モモがなんか推しメンらしい、行動を起こすとき先々のことを考えてしまう、え？いやあんまり考えない、たくさんの人と関わり合っていきたい、そうだね、とても当てはまる、現実より理想に憧れる方だ、うん、現実より理想に憧れる方だ、うん、え？夢よりリアル見ろよみたいなことですか、あ、リアルより夢を見ようみたいなことか、え、ちょっとどうかな、アイドルしとるうちはそうなんかな、いろんな夢を見ますもんね、こんばんは、え、リアルより、え、難しい、ん、夢を見ちゃう、だってみんなから見て私ってそう見えとるんや、ふん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 、お疲れ様、理想が現実、現実的っぽい、ちょ待って、そうなんか、みんなからそう見られてんのか、みんなからそう見られてんのか、おぉ、ほむ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 、そうだな、あながち間違ってない、どちらかというと真面目で冗談はあまり好きではない、いやー好きよ、真面目じゃけど、
真面目じゃけど冗談別に好きなんだけど。待て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 、全然真面目なのに、もう言えないんやけど。待って、そういえば今日マッサージの人にさ、なんかいつも大変ですよねって、大変そうですよね、体を使うのは大変そうですよね、疲れが溜まってそうですね、やっぱ腕とかも動かしてみたいなこと言われて、ん、ああ、うん、あ、そうですねって言ったら、なんか見た目若そうに見えますけどしっかりされてますし、ハキハキ喋られるのでしっかりされておるんですねって、解散。そう言われたんですよ。こんばんは。何歳に見えたんやろ。もっと見た目若そうなのにってこと。いや30代に見えた、思ったよりもしっかりしてるって言われて、よしちって覚えてる顔よく分からん。どちらかというと真面目で冗談はあまり好きではない、あまり当てはまらない人か。やり方やルールを変えるのは好きではない。うん、難しいな。自由みたいなことか。あまり当てはまらない。人と関わったり人のお世話をするのが好きな方だ。ああ、まあ好きかな。どちらかというと開放的で陽気なタイプだと思う。いやー、全く当てはまるね。はい。取り越し苦労をして落ち込むことがある方だ。と取り越し苦労をして落ち込むことがある方だ。こんばんは。あまりなさそう。あまりない。次へ。自分は礼儀を重んじ堅苦しい方だ。いや、これはもうめちゃくちゃ堅苦しいやろ。全く当てはまらない。だらしないことが嫌いで几帳面な方だ。え、もうえ、なんやろ。心配しなくていいことで心配しすぎることはないね、あんまり。取り越し苦労しませんね。起きた時に、まあ考える。几帳面ではないけど、別にだらしないことが好きでもない。やや当てはまる。物事に熱中すると他のことはどうでもよくなる方だ。そんなことはないな。もう片方で考えて。人から嫌われるようなことはしてはならない。人から嫌われるようなことはしてはならない。人から嫌われるようなことはしてはならない。うん。当てはまる。人のことを羨ましく、妬ましく思うことがある。妬ましいってどういうか。まあ、羨ましく思うことはあるけど、すぐ切り替えれるときはどうしたらいいんだろう。あれ羨ましい。まあ自分は自分だし、みたいな、こういう感じなんだけど。まあ私は私の方で、みたいな感じかな。あ、これ。いや、嫉妬？まあ嫉妬？例えば、今、
本田翼さんの顔に生まれてこれたよかったのに、は羨ましいさよね。まあそんなことできないけど。難しいな。あ、今ちょうどゴチグルナイミがついてる方で、そう、まあどっちだともしん流行りに興味、流行りに興味が強く流行に遅れたくない方だ。いやいつも遅れてるからな、あんまり当てはまらない。人におだてられるとついついその気になってしまう方だ。いやもうとても当てはまるね。人の噂が気になる方だ。え、噂？噂ですか？人の噂、例えばどういうことですか？うん、気にしなくはないけどね。うん、まあやや当てはまる人。いや私の取説、え、これどんなことが出るんやろ。あなたはこういうことですって出る。自分がすることに自信が持てない方だ。もう持てない。別にモテんけどあるように見えるのなんなんやろうな、自信が。自分がすることに自信持てないそんなことないか。あ、笑顔だっけ、根拠のない自信がありそう。うん、そんな自信あまり当てはまらないかな。気になったことが頭から離れず苦しむことがある。苦しむ？え？どういうこと？うん？ちょっと難しいな。だんだん難しくなってきた。途中で諦めてしまうかもしれない。こういうなんか思想起きたらどうしよう。途中のことを投げ出すことが多々ある。途中で物事を投げ出すことが多々ある。ここでアンケート投げ出してしまったら、この その質問が来たらそれはとても当てはまるんやけど、どうしよう。悩み深くない、まあ、悩むことはあるけど、まあ、アイドルでき、あまり当てはまらないからな。自分は変わっているので頑固に思われがちだと思う。いや全く当てはまらん。マジ変わってない。え？あまり当てはまらない。え、変わってないよね私。頑固だと思われてもない。うん、全然頑固ではない。人のことを気にしながらも思った通り実行しないと気が済まない方だ。やや当てはまる。そう、みんなそうでしょ。チャンスだと思えば思うこと迷うことなくすぐ行動に移したい。とても当てはまる。他の人が何と言おうと自分のやりたいことを実行したい。そんなことないかな。よく人の意見はちゃんと耳にします。何が何でも目標を達成したい。とても当てはまる。新しいことを始めるとき心配事があってもとりあえずやってみたい。うん、当てはまる。他の人にどう思われても自分の正しいと思うことやり方で、なんか同じようなことが多いんやけど。他の人にどう思われても自分の正しいと思うやり方で仕事をしたい。やや当てはまる。まあ人がどう思うか私結構気にしますけど。目標を設定し手順や段取りを整え物事に取り掛かるようにしたい。どういうこと？そんなことないな。あまり当てはまらない。
仲間と意見が違っても自分が正しいと思うこと思うときは自分の意見を押し通したい。いやめっちゃ合わせる。さまざまな情報を整理して自分なりにまとめたい。そういうタイプではないかな。ありゃたまらない。何事も実際に自分の目で見て確認したい。とてもたまらない。自分の興味のためには時間もお金も惜しまずのめり込みたい。いやあまりはたまらんな。自分の仕事が忙しくても悩んだり困ったりしてる仲間を助けたい。なんだかんだ忙しいのは言い訳ですもんね。やれると思ったらためらわずにすぐに始めてしまう。理屈はともかく勘やひらめきで答えを出してしまうマジ当てはまる。つまらない勘ね。自分の勘信じすぎて困るわ。つまらないと思うと人の話を聞いていないことがある意外にそんなことないんですよ。全く当てはまらない。これさ前さなんかさリコチと佐竹さんにも言われたんやけど一緒のラジオの時に。あこぼした水。え結構こぼした。隠す顔か。コカってほんまに人の話聞いてなさそうで聞いてるよねって。えマジ聞いてるんですよ。なんか水をこぼしても気にならないとても当てはまる。乾く。自分の興味のこれやったよね。考え事をしてると全く関連のないことを結びつけてしまういやいや当てはまる。じゃあ福ちゃんが STU の事務所でうどん打ってたこと知ってる？いや全然知らん。そうなん？そうなん？何かに取り組むときは自分独自の方法を生み出してしまう。いやーそんなことない。ちゃんと初めての経験でも以前に経験したように感じることがある。え？初めての経験でも以前に体験したように感じることがある。どういうこと？初めての経験。これ逆もあるんやけど、経験したことはあるのに初めての経験してるようなみたいなさことはある。え、ない。前のこと忘れてた。おうおうおう。あんま当たらない。決心するとき理屈や論理より自分の気持ちを大切にしている。そんなことないの？言葉よりも数値や数式で説明する方が簡単だ。いや単なる忘れ。違うよ。違う。関心もあるけ。言葉よりも数値や数式で説明する方が簡単だ。いや、ついつい理屈や理由や理屈を詳しく説明してしまう。まああんまり。友達よりも自分に役立つ人との付き合いを優先する。え？そういう場にまだあんまり出くわしたことがない。いやどうなんだろう。友達なら私のこと分かってくれると思ってそうするんかな。でもそういうことを考えてる時点できっと友達のことを優先なんだと思うよね。いざそうなった時。いやまだ分からん。そんな場にな、あんまり出くわしたことがない。ああ、どちらとも言えない。ああ、もう疲れてきた。自分自身のことも他人のことも分析する癖がある。あんまりはたまらない。半分以上の回答が完了しました。疲れてきたと思うのでこのページは少なめでした。理由を知るために分厚い専門書を読んだりする。全く。
自分が正しいと思えば他人の目なんて気にせず行動してしまう。ややって思いやりや気遣いのない発言や行動見るのは不愉快だ。はい。人の体験談を聞いて共感することが多い。はい。落ち込んでいる人を見ると励ましてしまう。はい。映画やドラマを見て感動したり泣いたりする。今日も泣いた。憂鬱な気分になりやすい。あまり当てはまらない。常にやることが多すぎて片付かない。あ、やや当てはまる。いつでも気分の切り替えうまくできる。あ、とても当てはまる。失敗しないように努力しなければならない。やや当てはまる。あ、でも失敗するときはするけどな。失敗や嫌なことがあっても寝ると忘れてしまう。これはよく言われる。質問多すぎる。自分の思い通りにならないとイライラすることがある。当てはまる。ふとどこかに行ってしまいたくなる時がある。あ、当てはまる。とても当てはまる。物事をつい悪い方へ考えてしまうことがある。あまり。心配なことがあると気になって眠れなくなることがある。全く。嫌なことを思い出すことがある。あ、ある。何もかもが嫌になる時がある。うわー、ある。時々他人を傷つけずにはいられないような気分になる。いや、どう、全く。時々何かを壊したくなる。いや、全く。壊したのを片付ける方がめんどくさい。整理整頓をしようと思ってもなかなか片付かない。あー、いやいや、当てはまる。会話をするときに何を話題にしているかわからない。え、いやいや、当てはまる。嘘。あまり当てはまる。いや、今頑張って進んどるけね。相手の気持ちがよくわからないことがある。あんまりわかん、そんなことないな。人と話すときついつい緊張してしまう。いや、これやや当てはまるき。空気を読みなさいって言われてもどうしていいかわからない。わかる。アニメやドラマ、映画などを見ても登場人物ラストのページ疲れて、携帯も疲れて約 20% になりました。今日もカープ負けとる。お前を。諦めた。頑張れ。頑張れ。本当のことを言っただけなのに気分悪くされることがある。全くない。怪我をしてもあまり痛みを感じない。え、感じるやろ。人が怪我をして痛がっていてもかわいそうだと思わない。いや、思うわ。たとえ大きなチャンスだと思ってもリスクのあることはしたくない。え、いや、たまりはたまり。揉め事にならないように人の意見に反論を述べないようにしている。ちょっと疲れてきました。自分の取説を作るにはすごい大変なんですね。ねえ、充電 20% の表示が何回も何回も出てくるんだけど、嫌だ。何回も何回も知らせてくる。取説あと10問ぐらい。
自分の、うん、人から馬鹿にされた感じ。メールアドレス入力せんとき、これ大丈夫？やばい。これはやばいやつ。あ、出ました。時間返して。いや、大丈夫です。来ました。105問もの回答、本当にお疲れ様でした。診断結果を読む前に少しだけ M グラム診断の話をしてください。はにゃはにゃはにゃ、はい。コカを構成する8つの性格、まず一番基本となるコカの性格をありのままお伝えします。え、ちょっと待って、これちょっと自分の中でフィルターかけるね。これ言ってもいいかなと思ったら言うけど、これ言わんがいいかなと思ったら言わんね。性格とは素の時に現れる性質のことです。その性質のうち最も強く現れるものについて、数十個ある性格を示す言葉の中から最も強く出ている8つの性格をピックアップして並べたのが国家を構成する8つの性格です。あ、思いやりがあります。一番最初に出てきてるっけ、ここ。人と会うのが好き。おー、好き好き好き。行動が素早い。まあ確かに。いや、これ言いたくないんやけど。え？ちょっとここら辺にしとくか。一応スクショしといて。いや、おもろすぎる。まあまあまあ。え、言う？いや、別に言うけど。いや、恥ずかしいよ、別に。悪いことじゃないよ。でもこれなんかこの装飾具合、うん、なんかはい、思いやりがあります。人と会うのが好き。
行動が素早い。ドライめっちゃでかく書いてある。ドライって文字がめっちゃでかい、うん、ドライ。え、ドライじゃないよ私。え、むしろもう湿っとる、湿気。え、全然ドライじゃない。周りに合わせがち、うん、周りに合わせがち。チャレンジ好き最後、極度にポジティブいや、これ極度って何？極度にポジティブって、ただのポジティブじゃダメな。なんかこういうなんかドライとかさ、あと誘惑に弱めとも書いてある。え、極度って何？極度にポジティブ。まあ、極度にポジティブな私をが好きでいてくれる、周りにいてくれる人だったり、まあ、ファンの人だったりもいるから、まあそれでいいんですけど。当たってますか、これ。おもろいですね。相手のいい、相性のいい相手の存在確率2081人に1人。極度にポジティブに見える。あ、いきますね。慎重性が高いと細かなことも注意深く取り組むことを好みます。低いと細かいことをあまり気にせずざっくばらんに進めます。コカアは後者の傾向がかなり強く出ています。社交性が高いとコミュニケーションを好んで求めます。低いとコミュニケーションを好まず静かな環境を好みます。コカーは前者の傾向が強めに出ています。活動性が高いと体を動かし行動することを優先します。低いと己の内面に問いかけ思慮することを優先します。よく考えることを優先します。コカは前者の傾向がかなり強く出ています。全部かなり強く出てる。共感性が高いと他者の心理や感情を感知し汲み取ります。低いと他者に共感せず振り回されません。コカは前者の傾向が強めに出ています。なるほどね、面白い。なるほど、次は才能の話をされとるわ。コカーの8つの原石、秘めた才能。これ何から言うに、これはちょっと今度教えますね。警戒するより冒険するらしい。私は。あなたは何事も前向きに、まず前向きに受け止めます。決まりきったルールや細かい作業よりも大胆な決断に惹かれます。起きるかわからない失敗に備えて準備するのは正直少し苦手です。それより頭の中に描いているポジティブで壮大な理想について考えましょう。あなたはその実現方法を考え、自分のやりやすい手順で行動に移していくことが得意なのです。たとえ失敗しても諦めず、何度でも冒険を重ねていくことで 型にはまらない大胆な生き方ができるでしょう。つまりなんだ。
たいなことらしいです。以上、以上です。あー、そんな感じでした。あー、なんか疲れちゃいました。カープ今 7-0 で負けてます。6-0 だった。あ、7-0 だ。 7-0 になってた。心理テスト疲れちゃった。あー、明日も頑張らなきゃ。まあ今日は朝ジップ終わってゆっくりできたので、取り調べね、お疲れ様。みんなも疲れてますか？スマホが、ああ、そうなんよ、充電がなんか少なくてね。こんばんは。あ、明日の朝はジップないです。取り調べめっちゃ疲れてる。配信のおかげで疲れとんだ。ほんま？優しい。お盆、祝日、山の日、明日は山の日じゃけない。あー、あっという間に一日が終わっちゃいますね。帰り道、今何時？今8時。もうお風呂入っちゃおうかな。まあそういうことですよ。私はこういう性格ですよ。まあこれが全てじゃないかもしれないですけどね。あくまでもみんなの前でアンケートしてるわけですから、みんなの前の開国は像は、まあそういうことですよ。一人でやったら違うかもしれんよ。こんばんは。あ、ドライドライやめて。全然ドライじゃないっけ。どこがドライな。ドライじゃない。仮面ココア。いや、極度のネガティブは絶対こん来るかな。ネガティブね。え、こんばんは。ネガティブってどういう感じなんじゃろ。こんばんは。ネガティブ、ポジティブってまあなんとかなるじゃろうみたいな感じ。そういえばお話し会、お話し会の振り返りの、あ、ご案内、私のツイッターでもご案内ツイートしとるけ、ぜひ見てください。お待たせしました。あ、
絶対うまくいかないとか考える子。ああ、なるほどね。それは考えんか。宝くじ大当たりしてもこのあと悪いことが起こるかもってやむネガティブ。あー、え、待って、まずね、宝くじをね申し込まないタイプじゃけえね。いや、1億円当たる人は申し込まない、申し込んだ人じゃけ当たるみたいな言うけど、いや、でも申し込んでも当たらない確率の方が多い。いや、どうなんですかね。まあ、こうやって信じてないと、あ、絶対当たらないのは分かるんですけど。え、ドライ、いや、これ無駄遣いせんじゃる。めっちゃ堅実じゃる。そうよね。いや、私は一応稼がないです。稼げない。どうやったら稼げるんかな。どうやったら1億円って稼げるんじゃろ。どうやって稼いでる人はどうやって稼いの ?1 億円って。え、例えば1億円持ったらさ、大谷さん、いや、待って、多分さ、なんか、大谷さんにとっての、いや、分からんよ。大谷選手がどんな金銭感覚か全然分からないですけど、まあ、大谷選手って言うんじゃなくて、お金をめっちゃ持ってる人の金銭感覚って、どうなんか、多分相当違うと思うんですよね。失礼な皆さん、ありがとうございます。全く違いそう。ビル・ゲイツとか想像つかん。確かに効果を養いたい。ほんまに1億円じゃないわ、億万長者になったら1万円が100円くらいか。いや、それがね、ほんまにすごい。今日見た韓国ドラマでドラマの中ですよドラマの中で今日もね泣いたんですよ。そのドラマが感動的すぎて、まあ泣いたのはいいやけど、ドラマの中でなんかみんなお金持ってる人は余裕があるとか、お金があるから何でも自由にやってるみたいな思うけど、お金持ちの方がお金に対する欲が強いんだって。お金持ちの方が逆にみたいなこと言ってて、え、そ、感情を知らんけさ、ドラマだけの想像だけ、え、本当にそうなん、実はそうなんかってみたいな感じでめっちゃ思ったよ。実はそうなんかっていう感じでめっちゃ思っちゃった。知らん世界じゃき。お金持ちの方がお金に対しての欲があるんだ。どんなお金持っててももっと欲しいって思う。あ、そうなんか。どういう感じなんかな、金銭感覚。私は無駄遣いをしないように電子マネーより、すいません、充電があと 10% しかないので配信終わりたいと思います。急に
13位青のり、11位ケブピH、11位もっくん、10位ハップ、9位スエン、8位ふとし、7位アジルスちゃん、6位筋肉愛好家、5位サージカル、4位コニョ、3位ノッシー、2位ライトニング、1位はスバル。ありがとうございます。はい、皆さん配信に遊びに来てくださりありがとうございました。また遊びに来てください。お話し会のオンラインお話し会の振り替えを忘れず。お願いします。楽しみにしています。はい、ではまたね、バイバーイ。よくみんな私のことを分かってもらえたということで、これからも開国は推しでいてください。